こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、今日のアレンジは、今雑誌等で話題のダブルお団子アレンジです。はい、はい、ダブルお団子アレンジやりました、今日は。はい、はい、髪の毛の多い方にすごくおすすめです。うん、なんですけど、うん、この方法は猫毛の方もボリュームが出やすいので個人的にはおすすめかなと思います。はい、はい、ですのでぜひ皆さんやってみてほしいなと思います。はい、拍手はいらないかもしれない。はい、はいはい、これテイク3です。はい、はい、ありがとうございました。では動画いきます。はい、お願いします。はい、それでは動画スタート。リレイのオイルをつけていきます。4滴くらい手の上に出します。手のひらにオイルを伸ばして毛先から順につけていきます。耳の高さで髪の毛を上下に分け取ります。上の髪の毛をダッカールで留めていきます。下の髪の毛をできるだけ上の位置でお団子に結んでいきます。お団子をできるだけ大きく裂いていきます。毛先の位置を反対側に持っていきます。上の髪の毛をお団子を作ったすぐ上の位置でまとめていきます。まとめたらもう一度お団子を作ります。お団子を裂いていきます。お団子を押さえながらトップのボリュームを出していきます。毛先の部分を少しねじりながら反対側に持っていきます。ヘアアクセを使います。毛先をまとめてお団子の真ん中あたりでクリップを留めていきます。毛先が少し乾燥していたらオイルをつけてバランスを整えたら完成です。流行りのダブルお団子アレンジ、髪の毛の多い方ぜひやってみてください。